それではね、こちらトップ染めの、ツーウェイストレッチクロスのね、紹介になります。でまずね、この生地の特徴2つあります。まず縦横伸びるツーウェイストレッチっていうところと、あとはね、トップ染めといって、糸がねこうミックス状の、染めになってるんですよね。なので、ベタッとした色合いじゃなくて、見てて分かりますかね、木調のね、少しねこうナチュラル感がねこう感じられるような、そんな色合いにね仕上がってるんじゃないかなと思います。でグレーってね結構好み分かれるんですけども、久しぶりにこの明るめのグレーっていうのもねすごくねいいんじゃないかなと思います。特にね、洋服なんかね、すごくこう使いやすい生地になってますので、ぜひね参考にしてみてください。素材がレイヨンとねポリエステルの混合素材なので、非常にこう扱いもいいんですよね。お家でね、気軽に洗濯できますし、シワにもねなりにくい、またねこう柔らかさもありますので、お洋服にすごくね、相性のいい生地になってます。でツーウェイストレッチということで、こんな感じでねこう縦横伸びます。でこれに関しては、すごくこう伸びきっちゃうストレッチじゃなくて、程よいこうストレッチ感を楽しめる、伸縮性のある生地になってます。はい。で次厚みなんですけども、これね、イメージで言うとねコットンシーチングクラスの厚みになりますね。なので、薄すぎずね厚すぎず中肉厚で、オールシーズンね使っていただけるような厚みなんじゃないかなと思います。で次ね、風合いなんですけども、柔らかさとねさらっとした質感を楽しめる、そんなね、生地質になっております。はい。で次ドレープですね。はい、ドレープもこんな感じですね。ギャザーも OK ですし、タックを寄せたデザインなんかもね、いいんじゃないかなと思います。非常にねこうシワにもねこうなりにくくて使いやすい生地になっております。はい。で最後に生地幅なんですけども、144cm 広幅タイプの生地になっております。作品のご紹介をいたします。ロールカラーのチュニックを作ってみましたね。こちらロールカラーなんですけど、本当に綺麗に仕上がっております。生地がねストレッチの生地なんですけれど、張り感もありますので、こうしてねロールカラー本当に綺麗なシルエットでね作ることができました。美しく仕上がっております。でこのロールカラーも割とね低めのタイプなので、すっきりとしてますし、襟ぐりもね広めに開いていますので、着やすいねタイプになっております。エレガントなね雰囲気でも着れるんじゃないかと思いますね。で程よいね A ライン調になっておりますので、こう下もね細身のパンツからボリュームのあるパンツまでね合わせやすいと思います。でストレッチの生地だから本当にこう少しねこう伸びもあって戻りもいいので、こちらもね縫いやすいタイプになっておりますし、やっぱりね体に馴染んで着やすいんですよね。伸びがありますので着やすいタイプになります。でこうしてチュニックもいいですし、他にもねブラウスとかやっぱりスカートパンツもね履きやすくっていいんじゃないかと思います。ぜひねいろいろなアイテムでストレッチを楽しみながら作っていただけたらと思います。